こんばんは。10月5日午後10時32分を回りました。4語頻語な夜、第303回ですね。番組内容の情報を更新してなかったですね。更新します。ちょっと待ってくださいね。第303回。戻りました。っていうのかな。アップデート。はい。ちょっと音声が、途切れておりますけど、申し訳ありません。私の、コンピューターの方の性能の問題ですので、申し訳ありません。はい、タイトルの通りなんですが、今日ですね、お昼、au ショップの方から、お電話がありまして、スマートフォン、インフォバー、A01 が、戻ってきました。9月の26日、先週の月曜日にですね、俺固まったのかな。先週の月曜日に、au の157お客様センターの方に、お電話をして、その後au ショップに、申し込んで修理の依頼をお願いしたところですね。で、修理の依頼書はですね、ここにあるんですけど、これショップの店員さんと話をして、これ一生懸命というか、きちんと書いたんですけどね。あれ、一生懸命というわけでもなかったんですけれど、詳しい詳細の症状とかですね、こんなふうな書類があるんで、この書類に基づいて、いろんな内容を書いたんですが、症状としては、標準アプリのフォトの写真を開いたときに、トップに戻ったり、写真の一覧に戻るという、ぐる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 、ループ状になっているということと、あとビデオカメラ、ムービーを撮影しますけど、再生時に固まったりですね、と音声が、止まったりするということで、通常に使ってるんですけど、と不具合が起きているということ、それと、電池の温度が高いということを、ここに書いて修理をお願いしたんですね。それ今日お昼、お電話があって、修理が完了しましたということでした。はい。その、書類がこちらですが、これ毎回同じなんですよね。何かというと、再現試験を行いましたが、お客様と同一条件での試験が困難なため、症状を確認できませんでしたということ。念のため、検査済みの基板と交換しました。また、無償にて、電池パックを交換しましたということです。データは初期化、していますけどね。毎回、同じ、基板交換で全て終わってるということでね。それはもう、しょうがないのかな、って気はしますけどね。ちょっとこれ、今日調子がおかしいのかな。ちょっと画像は、映像は、止まりますね。
映像はきちんと見えてますか？私の方はちょっと固まっちゃって止まっているっていうような感じの映像も確認してるんですけれど、音の途切れ、映像の途切れ、特に何もないでしょうか？ツイッターでもいいので、コメントをいただけると、放送の調整を行うことができますんで、よろしくお願いします。途切れてますね。ちょっとゆっくりお話を、していきたいと思います。はい。で、これ、やっと、戻ってきました。9日ぶりに、戻ってきました。au のインフォは、01です。あ、止まりますね。今、再設定を、ずっと行っていてですね。まあ、なんていうか、またアプリケーションをまたゼロから登録し直しないといけないというのが、まあ、結構面倒くさいなという感じですね。また不具合を起こしていた、まあ、写真アプリとか、標準の、フォトアプリ、あと、まあ、ビデオカメラのアプリに関しては、まだ、確認を、していませんので、また明日以降ですね、各アプリケーションの、確認を行いたいと思います。まあ特にね、問題ないのかなと思うんですけれど、また不具合が起きたら嫌なんでね、きちんと、基板交換が行われているのか、でもかということを確認したいと思います。で、今日ずっとお昼から、充電をしながら使っていたんですけれど、電池温度はですね、特に今のところ、正常というか30度、最高で36度まで上がったんですけど、まあ、30度ぐらいで推移してるんで、まあ電池関係は、今のところ大丈夫かなというところですね。すいません。ちょっと今日は、ネットワークが悪いのか、僕のパソコンが悪いのか、私が見る限りではちょっと、映像が、止まりがちになっておりますね。どうなのかな。今回は割と早く、戻ってきたので、よかったんですけど、まあね、ちょうど今日は、なんだ、あれ、iPhone 4S が、ね、10月の14日から au でも、発売されるということで、まあ、何かの縁かなと思うんですけど、まあ、私はもう、Android 端末を使っていきたいと、iPhone も、まあ、使ってみたいなという気もするんですけどね、まあ、2年縛りがあるんで、2年後も多分 au が iPhone を扱っていれば、機種変更で考えてもいいのかなというところですね。まあ、分かりませんけどね。これ映像がおかしいですね、今日は。ちょっと途切れてますね。
申し訳ありません。何が悪いのか、いつも放送する前には、コンピューターを再起動しております。まあ、今日はね、コンピューターはあまり使っておりません。昨日はね、ちょっと、昨日は、DVD の制作で、結構パソコンを、お昼から、使っていたんですけれど、今日はね、さっき言ったインフォバ A01 をずっといじくっていたので、パソコンはあまり使っていなかったんですけどね、ちょっと今日は、音声が途切れて、お聞き苦しい、お見苦しい放送になっておりまして、と申し訳、ございません。途切れてますね。ここに問題があるかな。今日は昨日から雨が降ったり止んだりしているので、雨が降るとネットの回線が遅くなっちゃうとか、強い風が吹くとちょっとネットの回線が遅いとかね、そういうことはあります。台風の日なんか、結構大変なんですけど、そういったなんか風の関係となると、どっかでね、ネットワークのケーブルがたるんでいたり、どっかの装置が悪いとか、問題があるのかなって気はするんですけれどね、どうなんでしょうかね。やっぱ途切れますね。はい、ということで、ちょっと途切れてはいますけど、申し訳ありません。インフォバ A01 に関して、また、アプリ、紹介してないアプリが、結構ありますんでね、またこれから、別に、動画を撮って、アプリの紹介をしていきたいと思います。最近というか、修理に持っていく前に、導入したアプリでですね、結構面白い、これ使えるなっていうのがいくつかありますんで、またそのアプリを、ご紹介、していきたいと思います。はい。ということで、申し訳ありません。ちょっとね、このまま放送を続けても、音声が途切れてますんで、今日は、ちょっと早めに放送を終わりにしたいと思います。原因は、申し訳ございません。あれ、申し訳ございません。すいませんね。とにかく調子が、悪いですね。なんでしょうかね。うちは、九州電力の、グループ企業の、ビビックを使ってるんですが、ビビックも今年の12月から、1GB かなの高速通信に切り替わるということで、315円プラスすれば 1GB の、ネットワークが使えるということなんで、12月以降はもうちょっとはマシに、なるのではないかなというふうに思います。はい、すいません、ちょっと今日は申し訳ありません。4人の方、ご視聴いただきありがとうございますが、ちょっと調子が悪いので、今日の放送、この付近の終わりにしまして、もっと原因を、調べたいと思います。申し訳ありません。
ストラ、今夜の4号金号の夜第303回、この付近で、放送を終わりにしたいと思います。明日は、スムーズに放送ができるように、したいと思いますんで、また明日お時間ございましたらご視聴のほどよろしくお願いします。それでは失礼します。